はいどうも、ザワと申します。制服彼女スタート版続きの方、やっていくんだけど、今回も、この推しシーン選択肢の続きからだね。で、前回ミオさん、前々回ひまりさん、まあ、見たので、今回は、最後の、これちょっと明らかにちょっとね、白幕必要な感じなんだけど、大丈夫かな？この柄の何かが見えてんだよな。ゆいさんのね、選択肢の方を見ていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。部室に向かう途中、このみさんと合流した。ドアを開けて部室に入ると誰もいない。俺たちが一番乗りのようだ。今日は私たちだけかな。みお先輩は事務所の方のお仕事があるかも。玉よりさんはまだ連絡待ち。じゃあ私先に活動用の制服に着替えちゃおうかな。更衣室は一つなので着替えも一人ずつしかできない。これかな明らかになんかこれ更衣室室って言ったらいいのかな、これ更衣スペースみたいな。このみさんはハンガーラックにかかっている活動用の制服を手に取り、更衣室のカーテンを開けた。おお、外から見るより中は広々してる。着替えやすそう？うん、男の子でも全然大丈夫そうだよ。君もそのうち使ってみて。俺が使う機会ってあるのかな？なんかいろんな意味で使えなさそうだな。というより俺が女子の着替えるスペースを使うのはいろいろ問題があるんじゃ。まあそれを言ったらこの空間にいるのもなかなかだけどな。なんだか言葉にはしにくい背徳感がある。それに、着替え中に鉢合わせなんかした日には、大惨事だ。やっぱり、俺は、やめておくよ。モデル専用更衣室だし。そう？別に大丈夫だと思うけどな。おお。このみさんは、あまりそういうことを気にしないタイプのようだ。なんかあれだね。若干男っぽいって言ったらいいのか。こう、結構、おおらかな感じ？じゃあ、私、着替えてくるね。このみさんは屈託のない笑顔を浮かべて、制服を片手に内側からカーテンを閉めた。あ、活動用の制服まだ着慣れてないから、ちょっと時間かかっちゃうかも。全然大丈夫。どうした？こんなに、何見えんの外から。シルエットってことこれ。俺は、このみさんの言葉に顔を上げて驚いた。中に照明かなんかがあんのこれ。どういう状況なんだろう。カーテンに、更衣室の中にいるこのみさんのシルエットがカーテン2回、カーテン2が2回来てる。カーテンをめちゃくちゃ強調してる。うん。そうね。カーテンにね、更衣室の中にいるそこのみさんのシルエットがカーテンに映ってる。うん。細部までくっきりというほどではないものの、ボタンを外している動きだと分かってしまう。そうだね。なんでこんなことに。どうかしたの？あ、そういう感じ。これまさかさ、これ取っちゃうのかな。あるな。別に何でもないよ。そう？シルエットが見えちゃってるとストレートに伝えるのははばかられて、俺はついごまかす。ミオさんは首をかしげていたものの、それ以上は深く突っ込まずに着替えを始めた。もうあれだな、これは知らない方がいいな。うん、このみさんは。あ、そうか、わかったぞ。俺は更衣室の周囲を観察して原因を把握した。なんかこれ夕日なのかな、なんだろうねこれ。このカーテン、生地がしっかりとしているように見えて、遮光にはなっていない。おい、何のためのカーテンなんだ、これ。ダメじゃねえかよ。ま、こういうところに入って、まあ、そんななんかシルエットまで気にしないでしょう、ぐらいのノリでこのカーテンがあるのかな。だから、上部の照明によって、使用者のシルエットが映し出されてしまうようになっているのだ。上部の照明。上部に照明があるんだ、じゃあ。いや、でもそうだよな。夕日はさ、窓側じゃないからさ、その夕日の、日の光を浴びられないから、照明か。マジかよ。姿見も大きくて見やすいよ。そっか。
そうとは知らないこのみさんは更衣室の使い心地をレビューしながら着替えを進めていく。こっちはなんかシルエットが見やすくてすごく、いい居心地ですね。はい。更衣室の中でこのみさんが上着とブラウスを脱ぎハンガーにかけるのがシルエットで分かった。ということはこのみさんは今上半身下着だけってことだよな。そうだな。直接見えないとはいえ布一枚向こうで知り合いの女の子が下着姿になっているそれも平然と。そう一度意識してしまうと変に緊張してしまう。もう見るな。じゃあ外見とけ。外脱いだ制服をハンガーにかけておけるのって、うん、地味だけどめっちゃいい。そうなの。うん、かけておけばシワにならないし体育で着替えるときもここ使えたらいいのにな。この角度だと胸の膨らみがもうがっつり見てるがっつり見とるわ。体のラインが見えてしまって全然話の内容が頭に入ってこない。そしてお前はもうがっつり見ている。もう何の言い訳もできない。面と向かっているときは長い間見つめることはないがシルエットだけだとついじっと眺めてしまう。まあ向こうから見えてないしな。どんなのつけてるのかな。この制服かわいいけど子供っぽくなくてすっごく気に入ってるんだ。高校生のセーラー服って感じで。上に肌着とか着てるのかな。それともブラだけ。高校だとブレザーが主流でセーラー服少ないよね。かわいいしもっと流行っても良さそうなのに。あー確かにセーラー服の、あー確かにあんまいないイメージあるな。このみさんはどんな柄を着てるんだろう。もうダメだ。もうピンク色だ。控えめなのが似合うと思う。控えめなのが似合うと思うけど、やば。意外と派手だったりして。君は、ブレザーとセーラー服、どっちが好き？いやいや、シンプルな黒いブラトップという可能性も、妄想が。ねえ、そこにいる？あ、ごめん、いるよ。俺はこのみさんの声で妄想の世界から現実に戻された。よかった。ずっと静かだったから、どこかに行っちゃったのかと思った。まさか下着姿の妄想をしてたなんて言えず、とっさに笑ってごまかす。ごめん。それで、なんだっけ？ブレザーとセーラー服、どっちが好きなのかなって聞いてみた。そうだな。悩むね。改めて聞かれると難しい。前は見慣れてるブレザーが可愛いって思ってたけど、最近はどっちも好きになってきたんだ。それはやっぱりおじさんの手伝いをしてるから？それもあるかもしれないけど、このみさんのセーラー服姿を見て良さが分かったのが一番の理由かな。本当？なんか嬉しいな。もう映せないぞ。もう左行かないでね。これもう左行ったら、これ生のやつが見えちゃうから。パサッと、これ行くんだろうな。という、かすかな音とともに、このみさんの腰回りのシルエットに変化が起こる。下も脱ぎましたと。ふんわりと、袖に向かって膨らんでいた影がなくなり、お尻から足のラインがくっきりと浮かび上がった。スカート、脱いだんだ。ダメだと思いながらも、俺はまたシルエットを食い入るように見てしまう。食い入るようにね。いや、ちゃんと出るよね。それは出るよね。左側も。このみさんが小さく息をこぼし、床に落ちたスカートから足を抜くのが見えた。スカートがないと下半身の曲線がすごいリアルだ。確かに、シルエットの方だけ見ると確かにな、えぐいな。テレビとかでしか見たことがない女性特有のくびれとお尻の膨らみに語彙力が失われていく。語彙力。何も喋ってねえけど。このみさんはかがんで床に落ちたスカートを拾うと両手で広げて顔の前で広げた。どうしたの？スカートの内側にある紐ってわかるかな？制服運んでる時に見たことがある気がする。うん。ハンガーに引っ掛ける紐なんだよね。ああ、そういう用途があったんだ。それを使うか、ハンガーのクリップで挟む方法のどっちがいいのか迷っちゃって。好きな方でいいと思うよ。ただのクリップだと跡がつきそうだけど、服用なら大丈夫じゃないかな。
動用制服もクリップで挟んで保管してあるし、私もそうしよう。さっきのような失敗はしないように気をつけて会話のやり取りを続ける。ちゃんとね、会話に、付き合いつつで、しっかりもシルエットを見つつ、しかし視線はこのみさんの輪郭をスキャンするように動き続けていた。もうブラハのスキャンですね、これは。足首とふくらはぎはキュッと細いのに、太ももとお尻のボリュームがすごい。解説すな、お前は。肉付きのいいお尻とムチムチの太ももが質感を持ってカーテンの向こうで揺れている。そうだね。セーラー服のスカート。いや、しかもさ、あれだよな、一回見てる、がっつり見ちゃってんのかな、お尻のあたりは。学校のスカートをかけ終えて、このみさんは形の違う活動用制服のスカートを手に持った。前の学校の友達が、女の子はムチムチしてた方がいいって熱弁してたけど、今さら分かってしまった。今さら。あ、同意したか。このみさんの場合、どこもかしこもムチムチしているわけではない。どちらかというと、腕やウエスト、ふくらはぎが細く、太ももとお尻の大きさが目立って見えるんだろう。よし、もうちょっと待っててね。このみさんがスカートに足を通したのを見て、下半身のシルエットが隠れてしまうのを名残惜しく思ってしまう俺がいた。まあな、向こうからは本当に見えてねえから、もうこんな感情絶対わからないんだろうな。スカートの腰部分を持った手がふくらはぎを通過し、膝を越えて太ももに差し掛かる。スカートを引き上げる手が途中で引っかかるようにして止まった。ん？このみさん、どうしたの？このみさんは少し身じろぎして腰の角度を微調整した。もしかしてお尻でスカートが突っかえてる？そう思いつくものの、このみさん本人に確認するわけにもいかない。あれ、おかしいな。え？前は普通に履いたのに。まさか。再度引っ張り上げようとして、このみさんの腕が肩ごと上下する。しかし肝心なスカートはやはり太ももの半ばから上には上がらなかった。間違いない。絶対突っかえている。もうこっからだと分かっちゃうもんな。どこで何が突っかえてるのかみたいな。このみさんはスカートが入る角度を探して幾度となく姿勢を変えた。シルエットだけだとお尻を振っているようにも見える。えっといな、それ。H でね。H ですね。助けてあげたいけど、俺にできることなんて。悪戦苦闘するこのみさんを前に、俺は自身の無力感、無力さかな、をかみしめた。その先でスカートが左右に揺れるのを見守るしかないのか。うん、まさかこんな短期間で太っちゃったのかな。いや、暗算型になったのよ。悲しそうなこのみさんの声に、俺はなんとフォローしたらいいか考えるため煩悩を振り払った。おじさんならこんな時になんて言うんだろう。脳内におじさんを思い浮かべる。おじさんなら。あ！え？このみさん、もしかしたらアジャスターが一番きついところになってるかも。アジャスター？あ、本当だ。なんでわかったんだ？外から見えないはずなのにね。更衣室の中からスカートの幅を調節するためのアジャスターを伸ばす音が聞こえる。これなら余裕で入りそう。おお、ありがとう。よかったよかった。嬉しそうなこのみさんの声に、俺はチクリと罪悪感を覚えて首を横に振った。このみさんはこれ気づかないのかな、この感じ。うん、実はそれ俺のせいなんだよ。それってどういうこと？この間おじさんに制服の実寸サイズを確認してほしいって頼まれたんだ。一番緩めた状態と締めた状態で測ったまま元に戻すのをすっかり忘れてて。ああ、だから一番きついところになってたんだ。本当にごめん。大丈夫。このみさんはそんな俺のミスを心よく許してくれた。お、出てきたか。よしった。まあさすがに今回ちょっと巻く必要かな、この感じは。まあ巻くというか、白いこう丸いやつを当てるだけかもしれないけど。こいつ、おお、めっちゃいい。こいつから活動用の制服に着替え終えたこのみさんが出てきた。お待たせしました。
お疲れ様。やっぱりその制服すごく似合ってるね。改めて見てもとてもいい。色も鮮やかで、この見さんの透明感のある肌とぴったりだ。ありがとう。にっこりと可憐に微笑むこの見さんもセーラー服の良さを引き出している。めちゃくちゃ相性がいいんだよな。君のスマホかな。うん。あ、二人からメッセージ来てた。なんだって。二人とも今日は用事があって来れないみたいだ。そうなんだ。じゃあ部室でのみんなの初着替えはまた今度だね。よかった、これで一安心だな。でも更衣室のカーテンのことは早めに相談しなくちゃ。まあ、おじさんにな、まずは。俺はシルエット事件が明るみに出なかったことにほっと胸を撫で下ろすのだった。お前のみぞ知ると。なるほど、そいつはすげえや。一緒に活動部屋行こう。やっぱゆいさんはこういうの、まあみおさんだったらね、なんか気づくのかもしれないけど、ゆいさんは気づかずにそのまま行くんだな。いやー、で後々問題になるのかな、そこら辺が。あの時みたいな感じなのかな。いやちょっと面白そうだね、そこルートとかでそういう感じなのかね。まあ今回はとりあえず、ここまでというところにしましょうかね。まあちょっと短いんですけど、まあまあまあこの選択肢シーンでちょっと区切ってということで。いやゆいさんいいなー。でもゆいさんはちょっと無防備すぎるな本当に。うん、もう最初からそうなんだけどね。あのボスーン、あの胸元にさ突っ込んできてさ、すいませんとか言って全然離れないみたいな。結構なんかその男性に対するその耐性が強すぎて、いやいやいや、これがね、まあ R18 だったらちょっと怪我されちゃうのかもしれないですけど、まあ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 そういうこともなくということで、まあ、ゆいさんもこういうね正統派なセンターメインヒロイン好きな人も多いからな。まあまあまあ今後も楽しみにしておきましょうということで、じゃあ今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。